はい、どうも。今回はですね、さっきつなげちゃった方がいいのかな、桜井よし子がですね、化けの皮が剥がれちゃってるっていうお話だった続きみたいな感じになっちゃうんですけど、もともとですね、世界日報に近い、統一教会の世界日報に近いところの、なんだろうな、会社か出版社かなんか知らないけど、そこの出身らしいんですよ。なんかね、クリスチャンサイエンスモニターとかですね、なんかそんな感じの名前が書いてあったんですけど、元々がですね、統一教会の人だったかもしれないですね。で、あれなのかな、なんか有名になりそうな人で、統一教会の人はひた隠しに隠すんですかね。合同結婚式も出さないようにしてとか、ちょっとわかんないですけど。で、世界日報で働いてた人もなんかいたので、やっぱりね、世界日報イコール統一教会なわけですよ。誰だったかな、東大での金沢大学で教授やってる人が世界日報で働いてた、で合同結婚で結婚して、で嫁さんはそれを一応続けててみたいですけどね。なので、だから統一教じゃあは世界日報に近い会社ってことはですね、まあほぼほぼ名前が例えば売れてなくても、やっぱり世界日報の人からすればですね、多分世界日報の方が上なので、おそらくですけどね、仕事を回してお金をあげる代わりに、布教させてよっていうとかですね、もともと統一教会の信者を集めて、そのクリスチャンサイエンスモニターっていうのを作ったかもしれないし、まあおそらく濃い人なんじゃないのっていう噂ですけどね。桜井よし子、今日の出来事でしたっけ。ああ、今日の出来事やってたのなんて大昔だぞ。30年前とかでおばさんだったんですよ。そりゃもう、ものすごい年になってますよ。70歳とかそんなもんなんですかね。団塊世代なのかな。75歳ぐらいなのかな。なんか大昔の動画でですね、なんか稲田朋美が45ぐらいとかですね、まあ他の人ともくっつけてですけど、言っちゃったのがあって、あれ俺、あれだな、こういう時頭回らないんだなと思ってですね、70歳ぐらいの人なんですよ、稲田朋美ってね。あのぐらいの年なのかな。あのぐらいの年で、あんな感じの人がひょっとしたら、ワンサといるのかもしれないですね。統一教会が育てる、政治家に育てよう、プロジェクトが、あのぐらいの年齢のカープで、ちょっと頑張ったかもしれないですね。ってことで。はい、今回以上です。